皆さんこんにちは、提督です。霊夢です。マリサです。フランだよ。さてさて今回から、2D 版ソウルシリーズと言っても過言ではない。ソルト&サンクチュアリをやっていきます。直訳すると、塩と聖域だな。数世紀にわたって戦乱に明け暮れた世界に、ようやく平和の兆しが見え始めていた。あなたは結婚による同盟を締結するために、異国に向かう王女を護衛することとなった。この任務に失敗すれば、世界はより深い闇に包まれることとなるだろう。これ、デモンズソウルやダークソウルなどの制作会社とは、別の会社が作っているのよね。そうね。ただ、かなり意識して作られているわ。パクリでしょうか？いいえ、それはリスペクト。AC。意味不明だわ。まずは船内を捜索するよ。おい、お前。何かね？敵襲だ、奴ら酔い闇に紛れて簡単に乗り込んできやがった。身の代金目当てに王女をさらうつもりだろう。王女を守れ。さもないと我々は。奴らとは誰のことだね。って、もう始末されてしまったわ。え、これ敵なの？あ、そうそう、先に大事なことを言っておくと。今回の雑談は、武器の両手持ちのことについてするわ。みんな、両手持ちって、どのくらい強くなってると思う？ちょっと待った。さっき提督は、魔法使いで初めてなかった？なんでそんなこと知ってんのよ。いつも拝見している実況者さんたちが、このゲームをやっているのを見て、続きが楽しみすぎて、我慢できなくなってしまった。で、自分で購入して、速攻クリアしたんだな。つまり、これは2回目のプレイなのね。あ、右上に王女がいるのが見えるな。王女様、安心してください。提督がお守りいたします。ん、登ると来ないわね。で、1周目は、大剣、重装、大盾の脳筋プレイだったのよ。うん、そして最後の最後に気がついたんだ。両手持ちの強攻撃って、威力弱くね、って。その検証結果を、雑談でするんだな。このソルト&サンクチュアリーは、今のところパソコン版のみなんだけど、最近、日本語がサポートされて、ヒットの兆しが見え始めたの。値段はなんと、驚きの1780円だ。パソコン版のゲームって、やったことない人もいると思うけど。まず、Steam とは、で検索してみるといいよ。パソコンゲームは、基本的に Steam というソフトの上でやり取りするのよ。私たちもはじめ、意味がわからなかったわね。まあ要するに、Steam のおかげでパソコンゲームが購入しやすくなったんだよ。よし、ボス戦だ。深淵に潜むもの。素敵な翻訳ね。はっはっは、この提督が来たからには、王女には指一本触れさせないよ。くらえ、ファイアーボール。んと、ミリ減ったね。く、しかしそんな鈍い攻撃など、避けられなーい。この任務に失敗すれば、世界はより深い闇に包まれることとなるだろう。波が岩に当たり砕ける音の中で、あなたは自分が生き延びたことを知った。王女を探さなくては。立て、立つんだ城。見事なやられっぷりでしたな。あれ、一発食らうとダメなんだけど、勝つ人もいるらしいわ。ふふ、まあ私はそんな無駄な抵抗はしないけどね。勝つと、豪華賞品がもらえるらしいわよ。え、そうなの？古江署は、元へ、凍える岸辺。ほうほう。お前もまた、岸辺に打ち上げられた漂流物の一つというわけか。お前には身を休めるサンクチュアリが必要となるだろう。だが、サンクチュアリには信仰が必要だ。この岸から坂を登ったところに無種の領域がある。そこをお前の信仰に従ってサンクチュアリとするがいい。お前は新しい神を信じるものか？新しい神ってなんだ？わからん。家を選ぼう。ほう、これは珍しい。新しい神を信じないというのか。ではお前はデブアラの巡礼者か？昨今ではめっきり見かけなくなっていたが。何これ、日本語？違うと？ではいかなる神も信仰しないということか。勇敢なのか、愚かなのか、それとも北方のでか。見たところお前はそこまで勇敢でも愚かでもなさそうだ。つまり、お前は、北方の鉄の民ということか。なぜ、その決め打ち。違うのか。ならば何を信じるというのだ。このゲームは、7つの宗派があって、はじめは3つの中から選べるわ。宗派によって、回復薬の性能、売ってるもの、指導者からの報酬が違うんだ。光の女神にしようか。光の女神の信奉者は、愛しさと切なさと心強さの象徴、デブアラを信じる。最も歴史のある信仰だとも言われているが、それは光の女神の聖職者たちが、古くから記録の重要性を、認識していた結果に過ぎないという見方もある。デブアラは回復に特化した宗派だな。今回は僧侶プレイじゃないけど、回復薬が優れているのがいいわ。まあ後々、回収するつもりだけどね。ちなみに、新しい神は三神のことで、バランスの良い標準型よ。特徴はあまりなくて、クレイモアを販売してくれるくらいかな。
鉄の民は、1回目のプレイで選択したもので、これもクレイモアを販売してくれる。あと、指導者の課題をこなすと、高レベルの斧突き系を売ってくれたな。ただし、正直あまり気にする必要はないわ。基本的に、各系統の武器が1本あれば十分で。あとは、それらを編成で強くすればいいだけだからね。ちなみに、体験系のクレイモアは、簡単に見つかる場所にあるので、体験で進めたい人も、他の宗派で全く問題ないわ。ただ、序盤から銃を使いたい人だけは、デブアラを選択するといいぜ。デブアラだけ、販売しているんだよ。まあ少し進めると手に入るので、これも別の宗派で全然問題ないわ。これらの瓶の内容は、チュートリアルかな。よし、サンクチュアリに入るぞ。ここでさっきの第一の壺を使うんだ。うむ。宗派によってこれらのアイテムの名前は違っているわ。回復アイテムに至っては、名前だけでなく、効果も少し違いがあるのよね。よし、いよいよ冒険の始まりだ。まずはこの上からね。あ、これを壊すと、オンライン上の誰かの死に様が見られるよ。っていうか、なんでこんなところでやられてるんだ？対人戦でもやってたのかしら？確か、このゲーム、2P での協力プレイはあるけど、対人戦はなかったように思う。オンライン要素は、瓶のメッセージと、死に様。あともう一つあるんだけど、すぐ後に出てくるのでその時にね。瓶の中身は、チュートリアルの時もあるけど、基本オンラインのメッセージなのね。自由に書き込めるわけじゃなく、用意された言葉から選んで書くんだな。これ、9割はヒントなんだけど、時々騙しメッセージがあるところが面白いな。気がついた面白いメッセージは、紹介していこうと思うわ。魔法使いなのに、剣でザクザク切ってるな。はじめだけは、どのキャラもあまり違いがないからね。あ、人が釣られてるわ。これがもう一つのオンライン要素よ。なぜなら、ゲーム始めたばかりだと誰もいなかったりするし。毎回毎回、釣られている人が違うの。これ確定情報じゃないんだけど、多分間違いないと思う。この砦より後では、カボチャをかぶったキャラをやたらよく見かけるわ。あのカボチャ、すごく性能いいんだよな。腐食の晩餐会場。カボチャの兜は、近くの村で手に入るんだけど、前回は最後まで使ったものね。あれがオンラインプレイヤーじゃなければ、奇抜すぎるというわけね。そうね。おそらく、そのエリアでやられた人が吊るされているのだと思う。じゃあ、今度は武器の両手持ちの話をしてくれる？今、私は魔法使いなので、剣とワンドを片手ずつに持っているんだけど、ワンドを外して剣だけにした場合、両手持ちをすることができるんだ。魔法使いと射手は、武器の片手、両手が決まっているんだけど、例えば魔法使いなら、ワンドは片手、杖は両手だ。射手なら、銃は片手、弓は両手だね。ところが、その他の剣や斧、槍などはすべて、片手、両手が選択可能なのよ。特に体験や大土は、両手で使う人も多いのではないかな。まずここでは、体験の場合を考えるのね。うん、体験を両手持ちするメリットは2つあって。1つは振りが速くなることよ。今この動画は、1秒間に30回描画しているんだけど。つまり、秒間30フレームということね。うん、それで何フレームかかるかを示したものだ。例えば、両手の弱攻撃だと36フレーム。つまり 1.2 秒が攻撃終了までにかかるということよ。これを見ると、弱、強ともに、両手持ちの方が早く振っているということがわかるわ。そうだね。だいたい10数パーセント早く振っているようだね。ちなみに、攻撃がヒットするまでの時間も、同じ割合だけ早くなっているわ。例えば、片手弱攻撃だと、ヒットまで12フレームの 0.4 秒かかる。両手にすると、11フレームだったわ。体験は振り始めてからヒットまで、だいたい 0.4 秒かかるから遅いんだな。両手持ちにすると、振りが速くなるメリットがあるのね。もう一つは？もう一つのメリットは、消費スタミナの低下よ。これは振った後にメニューを開くことで、きちんとした数値がわかるんだ。両手持ちにすることで、消費スタミナが7割ほどに軽減されるんだな。両手持ちで、振りが速くなることと、スタミナ消費低下のメリットがあるのね。いいことずくめじゃないか。何がいけないんだ？うん。実は威力がちょっとおかしいんだ。ちなみに、威力はここで測定したわ。もう少ししたら出てくる場所だな。で、今のは片手弱攻撃だけど、攻撃力 190.3 で、ダメージ184が出た。つまり、あの敵の防御は6くらいと見ていいのかな。そして、片手の場合、弱から強にすることで、ダメージがちょうど 1.5 倍になっているわ。問題は両手持ちだ。もともと、両手にしても攻撃力は 3% ほどしか上がらない上に、両手強攻撃のダメージが、弱とほぼ同じなんだ。経験値を稼いでいた時に、片手強だと一発で倒せるのに、両手強だと倒せない敵がいて、気がついたのよね。これはラスボス近くで、かなりの効率が出る場所なので、その時が来たら紹介します。
威力低下は体験だけの現象なの？そう思って、手持ちの武器で調べてみたの。割と思っていなかった結果が出たな。まず剣は、体験と似た傾向だった。両手強は、一倍ね。むしろ、ちょっと下がってるな。次に、小剣の強攻撃は、片手だと2倍、両手だと1倍だった。片手強は2倍にもなるのね。両手強って、モーションが大振りだった気がするが、威力は同じなんだな。次に無知は、弱強に全く違いがなかった。モーション自体が、同じような気がしたわ。で、メイスは片手の打撃武器だけど、強でどちらも 1.5 倍と、最も妥当な結果が出た。両手の打撃武器はやってないの？ごめん、装備条件を満たしてなかったので、できなかったんだ。槍はなんかすごいことになってんな。うん、なんと片手強のダメージが 2.5 倍もあった。動画はローグセットを拾ったところだわ。槍の強は、大振りでリーチが長い攻撃だったわね。強で飛び込んで、弱々とか続けるのが強かったな。そうだね。強にするとモーションが違ってくるものもあるので、単純に比較することはできないのだけれど、私が使っていた体験に関して言うと、両手持ちは微妙かもしれないな。体験は、一発で敵を倒せるところが、最大の特徴なので、片手強の威力が高いというのは、大きなメリットになっているのよ。傷縫いの指輪ゲット。この塔みたいなのは、後で使うわ。このゲーム、ダメージを受けるたびに最大 HP が下がっていくわね。そうだね。傷縫いの指輪は、その下がり幅を低減してくれるんだ。じゃあ、そろそろボスを倒しに行こうか。うん。その前に、このゲームはボスのすぐ近くに、必ずセーブポイントがあるの。まずはそれを探すのね。うむ、かかってきなさい、獣よ。と言いつつ逃げるのが提督流。いやいやいや、おびき出したのだよ。ふっふっふ、獣の知能では、人間様にはかなうまい。って、普通に飛び越えてきたけど。やべ、やられかけた。さすが提督ね。おっと、どこへ行こうというのかね。魔法使いは遠近とも強いのかな。うん、攻撃範囲が狭いので、近距離は苦手かも。お、ここはさっき威力実験してたところだな。ということは、右上に簡易サンクチュアリがあるはずだわ。簡易サンクチュアリって？サンクチュアリと同じく、セーブや回復、敵のリセットはできるんだけど、レベルアップや承認などの配置はできないんだ。ボスの近くには必ずあるから、やられても安心ね。心置きなくやられてこい。やめてくれませんか。と、その前に、周辺のアイテム集めとショートカットを作っておくわ。あ、重要アイテム拾わないと。これこれ、これがオンラインでメッセージを残せる、旅人の瓶ね。メッセージは、一人一個だけ残せるのかな？多分だけど、そうじゃないかな。一度、簡易サンクチュアリに寄ってから行くのね。いやー、しかし初めやった時、ここのボスには負けまくったな。15回は負けたわね。なんかボス戦のコツはあるのか？ボスは、ガードより回避重視で行った方がいいと思う。というのも、ボスの攻撃って強いので、ガードだとスタミナをごっそり持っていかれるのよ。威力も 100% カットできるわけじゃないし。あと、盾には2系統あって、通常の盾とタワーシールドで特徴が違うわ。通常の盾は、とっさの時のガードと、パリー専用だ。パリーは、敵の攻撃に合わせて盾を振って、弾くやつだな。タワーシールドだとできないわね。パリーを使わないと倒しにくい敵というのも、将来出てくるわ。で、ボスの攻撃をガードしたいなら、タワーシールドを使うといい。水かぶりの騎士。洒落た役だわ。ずぶ濡れの騎士だと雰囲気でないものね。ボスの攻撃をガードするには、タワーシールドを使うといいの？うん。タワーシールドはダメージカット率が高いことに加え、ガード時のスタミナ消費が少ないからなんだ。欠点はないの？それは重すぎることよ。体力を上げまくらないと、裸で持ち羽目になるわ。それと、もう一つ大きすぎる欠点がある。それは何？実は、一番強いタワーシールドは、前半に敵がドロップするんだけど、正直強すぎるの。あ、ローリングでの回避は、多分でがかりに無敵時間があるな。だから、ボスの攻撃を避けることができているんだな。で、タワーシールドは今回のプレイでは使わないんだけど、ドロップ自体はするので、その時にまた話をするよ。あ、ボスがパターンにはまった。あと、今回のプレイは、ちょっと普通とは違った経路を行くことになるわ。無計画にめちゃくちゃ進むことになるんだけど、みんな大好き人間の木って、戦わずにスルーできたりするんだよね。まあ、魔法使いはリーチが長いので、簡単に倒せるんだがな。ちなみに監獄は、サンクチュアリ以降を全部スルーできたりするわ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。まったねー。